岡田から浜田に預ける稲本、うん、アレックスを見ている。さあ牧はもう動き出している。アレックス自分で勝負か。得意は左足。いいでしょ。鎌田が抜けた。シュート。よっしゃ。日本先制点。前半の34分、アレックスから鎌田に渡りました。素晴らしい。このブラジルを相手に日本先制点、前半の34分。いいタイミングでね、裏を狙っていいタイミングでボール出ましたよ。そしてブラジルはこのドイツ大会初失点。ブラジルから点を奪ったのは日本。オフサイドラインギリギリ、鎌田の左足でした。いや気持ちいい裏へね、思いっきりのいいシュートでしたね。ブラジルを相手に素晴らしいシュートを見せた鎌田。前半の34分日本先制点。ガッツポーズの日本ベンチ、ジーコ監督。